銭湯。うわぁ、にわかに。にわかにね、なんだろう。不穏な天気になってまいりましたよ。にわかに不穏な天気になってきた。不穏な天気になってきましたよ。まあ、向こうが鉱石が綺麗だね、これ。一枚取っとこうかね。こういうね、綺麗な鉱石のある写真って綺麗だよね。ちょっとあの岬に行ってこれ撮るともうすごい綺麗なんですよね。まあ今岬に向かっておりますんで、いや正月はいいね。正月は最高。正月最高。ちょっと風出てきたか。うわ、風出てきたねこれ。倉庫かね、これ。穀物倉庫かなんかやるのかね。なんか麦とかそんなもんじゃない。違うか。これあれも全農連かなんかな。これタンクというかね、サイロというか。貯木場。住友大阪セメント、セメントのサイロ。思ったより天気が良くてよかった。去年なんかはもう今日よりも天候がね違ってた、ね。ああ飛んだ。飛んだよ。まあカメラで撮ろうかなと思ってます。いい感じだったんで。空気悪いね。毒ガスみたいな。あそこのあのあれがね、あそこに廃棄物の処理センターがあるんで、その匂いがものすごいひどい匂いがするよ。風向きがね、向こうからこっち来てるから、あ
の 3校 の、 あの化学物質の処理センターがあって、まあ、天候がもうあれだな、天候悪いね、悪くなったね。大丈夫、持つかね、もうちょっと持ってほしいけどね。はい、よし。いやすごい風風出てきたね。
暑い。多いね、鳩がそこら中いるね。鳩がこれどこか一枚、はい、釣りの人多いね。釣りする人多いですよ今日は。うわ綺麗、あれね、うわ岬まで行ってこれ取ったら綺麗やろうねこれ。うわすごいね、鉱石がすごい鉱石だ。おっそれもうちょっとクローズアップで、おっそれそ何しとるんかと思って声上げて、何を声言ってるんだってどんな人って思われますね。はい、三高の化学廃棄物処理センターですか。化学物質廃棄処理センター。